アレスティングフック。アレスティングフックとは、主に艦上機の機体微部下方に装備される、可動式の機体制動用高速フックである。着艦時、航空母艦の飛行甲板に装備された、アレスティングワイヤー、アレスターケーブルに引っ掛けて、機体制動を助け、短距離で停止させる効力を持つ。飛行中は折りたたまれている。アレスター、アレスターフック、テールフック。 着艦フックなどとも言う。ハリアー E など特定のストブル機を除くカッタバーカストバーで運用される艦上機は長さが非常に短く限られた航空母艦の甲板に着艦する際に着艦制度距離に厳密な停止距離限界を持たざるを得いため航空母艦側のアレスティングファイヤーとセットで機体側のアレスティングフックはほぼ必須の装備となっている陸上であっても 事故等の緊急着陸時に滑走路へアレスティング、イヤーを展開させるなどアレスティングフックを使用することがあるため、陸上運用を前提とされる機体、軍用機に装備されていることもある。例えば、アメリカ空軍の戦闘機の F-15 や F-16 などは空軍基地から運用されるが、この目的でアレスティングフックを備える。ただし、 陸上機がアレスティングフックを用いる場合は、あくまで非常用であり、滑走路に着陸後できる限り通常の、あるいは残存している装備で減速した上で、拘束することを想定している。フックをかけた後は直ちに制動されるが、アレスティングワイヤーは、滑走路の中ほどに設置されているため、その程度の距離は滑走することになる。着艦の瞬間を捉えた動画や写真では、 アレスティングフックを用いる航空母艦への着艦時は機体がアレスティングワイヤーの緊張により高度数メートルから飛行艦板、または地上へ叩きつられるように制動されている降着装置が先に艦板へ降りる場合もあるが空中でアレスティングワイヤーを捉え艦板へ叩きつけられる前提で設計しているアレスティングフックを用いない陸上基地への着陸に比して着艦の都度降着装置へ 機体重量数倍の衝撃が加わる、艦上機は、降着装置の構造強化及びアレスティングフックの抵抗に耐える体全体の強化が必要不可欠である。アレスティングフックを正確にワイヤーに引っ掛けて着艦するには非常に高度な操縦技術が要求される。アングルドデッキを持つ現代の航空母艦への着艦では、ワイヤーを引っ掛け損なった場合、専門用語では、 ボルターと呼ばれるはそのまま直進加速して再発艦し着艦をやり直すことが可能なため、それに備え、エンジンスロットルは着艦の直前まで絞って、速度を落とし着艦した瞬間にフルスロットルに入れて再発艦に備える、過去に運用されていた回 -14 などでは機械重量が重く、相対的にエンジン出力が小さかったので、着艦数秒前にフルスロットルにしていた。 このような再発艦が可能なアングルドデッキの実用化に伴い着艦時の事故は減少した。また、航空母艦側のアルスティングワイヤーの本数も直線飛行艦板だった時代の SX 級では18本ほど装備していたのに対し、アングルドデッキ改造後は4本と大きく減少。ニミッツ級においても、ニミッツからハリー・エストルーマンまでの発石は4本で最も新しい。 ロナルド・レーガンとジョージ・ H.W. ブッシュの2隻は3本とさらに減少している。直線飛行艦艦だった時代の航空母艦では艦艦前方にすでに着艦を終えた別の機体が格納を待って停止していることも多く、このような再発艦は行えなかったためフルスロットルにすることなく着艦していた。もしワイヤーをフックで引っ掛け損ねた場合はブレーキをかけ航空母艦側に 装備されている滑走静止装置と日本で呼ばれる、静止用のネット上バリーを展開して、機体を受け止めて静止することとなっていたが100%バリアーで、静止できるとは限らず、しばしば着艦事故を発生させた。これが、アングルドデッキの開発の動機の一つともなった。艦上機のアレスティングフックは、航空母艦側のアレスティングワイヤーとタイになった装備であり、 アレスティングフックの歴史はそのままアレスティングワイヤーの歴史でもある。アレスティングフックの原型は1911年1月18日にアメリカで行われた走行巡洋艦ペンシルベニアへの世界最初の着艦実験においてすでにカーチス服用機に装備されていた。ペンシルベニアには横作式のアレスティングワイヤーが貼られカーチス服用機にも横作用。 アレスティングフックが装備された。適当なワイヤー制動装置がなかったためワイヤーは両端を砂袋に結び付けられて、フックが引っかかったワイヤーが砂袋を引きずる重量の抵抗で戦死させた。この成果をもとにして、アメリカのその後の空母建造、そしてフランスが1927年に建造した空母、ベアルンにおいては、現在のものにつながる。 横作式のアレスティングワイヤーが装備され、艦上機にも現在と同様の横作用、アレスティングフックが装備された。艦上機が連続して着艦してくる空母で、実用的に使用できる制度装置を持った横作式、アレスティングワイヤーを最初に装備しのは、ベアルンと言われ、アメリカは空母への実用搭載では遅れを取った。一方、イギリスにおいては、当初横作式、 アレスティングワイヤーの制動装置実用化に懐疑的で、すぐ実用化できる方式として、縦作式のアレスティングワイヤーが装備され、それに合わせ環状機にも、主客のタイヤ間に串型形に5本から10本のフックが、並ぶ形状のアレスティングフックが装備されていた。縦作式のアレスティングワイヤーは、現在のように、 アレスティングックを直角に引っ掛けて制動させるものではなく、100本ほどの進行方向と平行のワイヤーと、機体側フックとの間に生じる摩擦によって、速度を減じるものであった。世界で最初に空母看板にアレスティングワイヤーを装備したのは、このイギリスであった。しかしこの縦作式は、制動能力に著しく劣り、 横滑りした機体が甲板から転落する事故なども多発しため、一時、イギリス海軍は制動装置の使用禁止を命じるほどであった。ベアルンの成功を知って、横作式、アレスティングワイヤーの制動装置の開発を行い、1929年からフューリアスに横作式を装備して実験を開始、結果が良好であったため空母を建造していた諸国の中では、 最後となる1931年以降順次、イギリス空母も横作式、アレスティングワイヤーを装備して、艦上機にも現在と同形態のアレスティングフックが装備されることとなった。日本は当初、空母建造の手本をイギリスに求めていたため、交渉など、ごく初期の空母には、イギリスと同様の縦作式、アレスティングワイヤーが装備され、 艦上機にも縦作式用の串型アレスティングフックが装備されていた。しかし当然のことながら、制動能力が悪かったこともイギリス同様であったため、1930年にフランスより、フュー式横作制動装置を輸入して、加賀に横作式、アレスティングワイヤーを装備して、実験を行うとともに、同装置を海軍及びバシロウなどで研究して、制動装置の国産化を図った。 1931年には、茅場式国産横作制度装置が完成し、赤木に横作式アレスティングワイヤーを装備、その後も改良を重ね以後すべての空母は横作式アレスティングワイヤーを、艦上機は横作用アレスティングフックを装備することとなった。こうして、第二次世界大戦開戦時には、世界の空母と艦上機はすべて、 現在と同様の横作式、アレスティングワイヤーと対応アレスティングフックを持ち合わせていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。